弟嫁の父はいきなり私に怒鳴ってきた。おい、あんたあかりに姑との同居と介護を押し付けたそうだな。一体どういう神経してるんだ。え、ちょっとどういうことですか。これ以上娘を苦しめたら許さないからな。弟嫁の父は一方的に切れて電話を切った。一体何なのだろうか。私の名前はさくら、40歳の専業主婦。夫と10歳の娘と家族3人仲良く暮らしている。娘はすくすくといい子に育っているし、夫も私たち家族のために一生懸命働いてくれている。とても幸せな日々を送れていると思う。私は母親として妻として理想としている人物がいる。それは私の母だ。母は私が子供の頃から尊敬している素晴らしい人。父とは夫婦としていつも仲良さそうにしているし、私や2歳下の弟に対してもとても優しかった。子供だからと一方的に大人の価値観で押さえつけようとはせず、私たちの目線に立って話をしてくれた。進路について相談する時だって本当に親身になって話を聞いてくれたし、決して頭ごなしに否定することなんて一切なかった。だから私は母の子育てをとても参考にしている。娘が何を思ってそういう発言をしたのかとか、子供で未熟だからと勝手に決めつけることなく、一人の対等な人間として接するようにしている。夫のこともそう。働いてきてくれることをとてもねぎらって感謝の気持ちを示している。子供と遊んでくれた時も忙しいのにありがとうと感謝の気持ちを伝えている。こういう時に大事なのは見返りを求める言い方はしないことだ。本当に純粋にありがとうって思いながら感謝の気持ちを伝える。こう言えば夫はこう動いてくれるだろうとか、そういう計算の入った行動はなるべくしないようにしている。だから私たちはただの母親と父親ではなく、ちゃんと夫婦としても仲睦まじい状態でいられている。実家に立ち寄って母に、お母さんを参考にしているおかげだよと話すと、あんたの努力の成果だよ、私は何もしてないからと謙遜している。そういうところも母らしいなと思ってしまう。だが私には少し心配なことがある。お父さんが亡くなってもう3年が経つけど、本当に一人で大丈夫なの？実は父は3年前に病で亡くなっており、母は実家に一人で住んでいた。実家は敷地が広く古い建物なので階段も急だ。一人だと掃除だったり庭の手入れも大変だし、ましてや母ももう68歳だ。正直何かあったらと思うと心配で仕方がない。だが母は気を使っているのか、決して弱いところを見せない。私は一人でも大丈夫だよ、まだまだ元気だからね。そう？でも本当に大変だと感じたらいつでも言ってね。私たちの家で同居してもいいんだから。夫も娘もお母さんなら喜んで一緒に住むって言ってるし。ありがとう。でも私はこの家を守りたいのよ。お父さんとあなたと達也との思い出の家だからね。そっか。母はかたくなに家を出ようとはしなかった。母にとってはそれほどとても思い入れのある家だということだ。それなら私たちが実家に一緒に住めばいいのだけれど、私の実家は都心から離れたところにあり、夫が会社に通うのが難しい距離にあるのだ。それに娘も学校を転校しなければいけなくなるので、なかなか実家での同居は難しかった。だからこうして様子を見に、平日の日中によく母の元に顔を出しているのだ。するとそんな中、ある日弟夫婦が実家にやってきた。あれ、姉ちゃん来てたんだ。達也、久しぶりね。どうしたの？いや、母さんの様子を見に来たんだ。あら、珍しい。さくらさん、お久しぶりです。あかりさん、久しぶり。母さんは体調とか大丈夫なのか？何さ、あんたまで私を年寄り扱いするのかい？いや、そうじゃないけど、この家に一人だと何かと不便だろうと思って。私たち心配で様子を見に来たんですよ。え？もしかして達也たちお母さんと同居とか考えてくれてるの？私はつい嬉しくなってそのように言った。すると弟嫁が一瞬とても嫌そうな顔をしているのが目に入った。いや、まあ今すぐ同居云々っていう話じゃないけど。大丈夫だよ、私はまだまだ元気だからね。母がそう言うと弟嫁はほっとした顔を見せた。よほど同居はしたくないんだろうな。
まあ嫁からしたら姑と一緒に住むのはやっぱり嫌なのかな。私は夫の母は優しいから別に構わないと思っているが。姉ちゃんは今日はまだここにいるの？いつもなら昼過ぎ頃に帰ってるけど、あなたたちが顔を見せに来たのなら安心だし、私は帰ろうかな。そうか、じゃあまたな。お、なんだか嬉しそうというかほっとしたような顔をしたな。一体なんだろうか。一瞬弟の表情が気になったが、車に乗って家へと向かっている最中にはもうそのことは忘れてしまっていた。それからあっという間に半年ほどが経った。ある日私の元に病院から電話が。どうやら母が家の階段から転がり落ちて病院に運ばれたらしい。たまたま隣家の人が用があって母の家を訪ねていて発見することができ、救急車を呼ぶことができたのだが、もし誰にも発見されていなかったらと思うとゾッとしてしまう。お母さん大丈夫？ああさくら、ごめんね、心配かけてしまって。足腰痛めたんだって？そうみたいだね。まったく情けないよ。何言ってるの、お母さんの年齢だったら十分にあり得ることなんだから。むしろ何か起きてもおかしくないという危機感を持って。そうだね、さくらの言う通りかもしれないね。母は自分が本当にまだまだ介護などとは無縁だと思っていたようなので、かなりショックを受けていた。私が病院に駆けつけてから少し経ってから弟夫婦もやってきた。母さん大丈夫なのか？ああ達也たちまでごめんね。お母さん、私たちと同居しませんか？今来る途中であかりと話してたんだ。俺たちが実家に移り住むからさ、一緒に暮らそうよ。また母さんに何かあったら心配で仕方ないからさ。私はどういう風の吹き回しだろうと思った。弟が言うのはまだわかる。だが弟嫁はあの時かなり同居というワードに嫌な顔を見せていた。それが今は率先して同居したいななんて。でも迷惑じゃないのかい？迷惑だなんてとんでもない。俺たちは母さんを本当に大事に思っているんだよ。達也。でも同居になったら介護が必要になるんだよ。大丈夫なの？もちろん分かってます。私が責任を持って介護しますから。弟嫁はまっすぐな目でそう言った。本当に大丈夫なのだろうか。だが母は弟夫婦にそう言ってもらえてとても嬉しそうにしている。実際私は実家に移り住むことはできないし、現実的に考えて最善の方法はこれしかないのかもしれない。こうして母の退院後に弟夫婦と母の同居生活が始まった。弟嫁にとっては小柔道が何度も訪ねてくるのは嫌だろうから、私は実家に帰るのをなるべく控えるようにした。だがそれから3ヶ月ほど経った頃、私の元にいきなり電話が来た。相手は弟嫁の父からだった。弟嫁の父はいきなり私に怒鳴ってきた。おい、あんたあかりに姑との同居と介護を押し付けたそうだな。一体どういう神経してるんだ？え？ちょっとどういうことですか？あかりさんは弟と二人で自分たちから同居を提案してたんですが。あかりが嘘をついてるっていうのか？あかりは嫁いびりも受けてるって話だぞ。これ以上娘を苦しめたら許さないからな。弟嫁の父は一方的に切れて電話を切った。一体何なのだろうか。母が嫁いびり？そんなことするわけない。私は弟嫁に電話をしたが全然つながらなかった。仕方なく弟に電話をした。そして弟嫁の父から電話でいろいろと文句を言われたといきさつを説明した。すると弟は、詳しくは知らないが、あかりがそう言ってるならそうなんだろうと発言。私が、でも同居は自分たちから言い出していたじゃない。あかりさんが嘘をついているとは思わないの？と聞くと、それはお父さんが話を持ったんだろうと言って話を終わらせてしまった。なんだか胸騒ぎがした。母はちゃんと介護をしてもらえているのだろうか。弟嫁はちゃんと家のことをしているのだろうか。私はこれは直接確かめるしかないと思い、アポなしで実家を訪ねた。え？さくらさんどうしたんですか？私は挨拶もよそに家の中にすぐに入った。ちょっと。え？姉ちゃんどうして？達也、あんた仕事は？今日は休みで。なんだか怪しい。お母さんはどこにいるの？あ、寝室で寝てるけど。私は母の寝室に向かった。部屋のドアを開けると母はいなかった。
しかも母のものじゃないものが置かれている。ちょっとそこは私の部屋です。はあ？お母さんずっとこの部屋使ってたのに。お母さんの部屋はどこなの？2階です。はあ？なんで足腰悪くしてるお母さんが2階の部屋になってるのよ。さっきからいきなり来て何なんですか？もういいわ。私は2階に上がり母の部屋へ行った。ドアを開けて私はびっくりした。お母さん？ああ、さくらかい？母はひどい状態だった。髪は洗われていないのかベトベトの状態で、食事もまともにさせてもらえていないのか頬はげっそりとしていた。介護なんて全くされていない様子だ。弟嫁と弟が駆け足で2階まで上がってきた。人の家で勝手に何してるんですか？どういうことよ。あなたお母さんの介護をちゃんとするって言ったじゃない。私はちゃんとやってますよ。お母さんの方が私をいびってくるんですよ。本当にそうなの？私はじっと弟嫁を見た。弟嫁は気まずそうに視線をそらしている。もうなんだよ姉ちゃん、そんなに俺たちに文句があるなら母さんを引き取ってくれよ。はあ？俺たちはちゃんとやってるんだから、わがままなのは母さんの方なの。まさか弟までこんな状況でそんなことを言い出すなんて。どう見ても母が存在に扱われている側だろうが、母は弟夫婦が部屋に入ってきた途端に無口になった。もしかしたら想像以上にひどい目に遭っているのかもしれない。わかったわ、お母さんは私の家に連れて行くわ。そう言うと弟夫婦はパーッと表情を明るくさせた。もうこいつらはどうしようもないな。私は母を家に連れて帰り、とりあえず体と髪を洗ってあげた。母に話を聞くと泣きながら同居生活のことについて話してくれた。弟嫁は全く介護をせず、食事もほとんど与えてくれないし、2階の奥の部屋で監禁状態だったらしい。トイレはおむつを履かされて毎回自分で履き替えて、使用済みのものはビニール袋に入れて置いておくと、弟嫁が鼻をつまみながら取りに来て処分していたそうだ。私はもう怒りでどうにかなりそうだった。弟についても弟嫁がすることに一切口を出さず、母を気遣うこともしなかったそうだ。そして日中もずっと弟の声が聞こえたから、仕事はしていないのではないかとのこと。そこで私ははっと気づいた。母の荷物をまとめて持ってきた中に通帳と印鑑が入ってなかったのだ。確かに入れてたはずなのに。そういえば私は実家を出るときに弟がわざわざ荷物を持って車に入れてくれたのを思い出した。私はちょうど母を車椅子から立たせて車に乗せようと手を貸しているところだった。母に話を聞くと、家計の管理は私がすると弟嫁が同居初日に通帳と印鑑の場所を確認していたそうだ。私は夫が帰ってきてから母のことを見てもらうように頼み、すぐに実家へ行った。そして弟夫婦に母の通帳のことを問いただした。すると二人とも知らんぷりをした。なので、じゃあ紛失したということで再発行してもらうわと言ったところ、二人は慌て出した。やっぱり持っていたのだろう。わざとくさく、ここにあったなどと言って見せてきた。じゃあそれお母さんのだから返して。いや、一時姉ちゃんが管理するの面倒だろ。俺たちが金を下ろして毎回姉ちゃんの口座に送るよ。はあ？それこそ面倒だし手数料余計にかかるじゃない。いいから渡して。いや、渡せない事情でもあるの？これ以上渡さないつもりなら盗難の被害届出すよ。それは困るよ。弟は観念して私に通帳と印鑑を渡した。私は中を確認して驚愕した。母の通帳からほとんど金が残っていなかったのだ。そして年金が入るとすぐに金が引き落とされていた。母は監禁状態だったため、下ろしに行くことなんてしていない。ということは弟夫婦が母の金を好き放題使っていたというわけだ。最低ね。あんたたち何やってるの？いや、何かと金がかかるんだよ。もういいわ。あなたたちはどうしようもない人間ってことね。何よ。黙ってればいい気になりやがって。あんたたちがこの家に同居しないから私たちが同居してやったんでしょうが。お母さんのお金をどう使うが、同居してる私たちの勝手じゃない。私は弟嫁のことを無視して車に乗って帰った。母は通帳を見て驚愕していた。お父さんの遺産が、それに私の年金まで。たった3ヶ月でこんなに大金を使うなんて、弟夫婦はどれだけ豪遊したというのか。
もうあの子たちには容赦しないわ。母は決意を固めた様子だった。なので私も全面的にサポートすることにした。それから1ヶ月後、弟夫婦が私たちの家にやってきた。どういうことだよ、家を出て行けって追い出されたんだけど。あんた何したのよ。私にあんたたちを追い出す権限なんてあるわけないじゃない。お母さんがあの家を売ったのよ。え？そんな。だってあの家は母さんが宝物のように大事にしている場所だろ。母さんが売るわけないだろ。あんたはそうやって私の思いを利用したってわけかい。母さん。足はもう大丈夫なんですか？母は私の献身的な介護とリハビリのおかげですっかり元気になっていた。まあ一番は弟夫婦から離れられてストレスがなくなったことだろうか。これ以上あんたたちの好き勝手にはさせないよ。あの家にはもう誰も住めないし、あんたたちには精神的苦痛を与えられた分の慰謝料を請求するからね。そんな。息子にそんな仕打ちをするのか。あんたなんてもう息子でも何でもないよ。縁を切る。私も縁を切るわ。絶対に許さないから。さあもう話は終わりよ。これ以上ここに居座るようなら警察呼ぶからね。弟夫婦は警察というワードを聞いて慌てて逃げ出した。その後、母は弁護士を通して弟夫婦に慰謝料を請求。さらに弁護士が優秀だったため、勝手に使い込んだ母のお金の半分ほども請求することができた。後で分かったことだが、弟夫婦は多額の借金をしていたらしく、それで母と同居し、さらには母の貯金を勝手に使って返済したそうだ。そしてそのまま居座って、母が亡くなったら実家を乗っ取ろうと画策していたらしい。金に余裕ができたから弟は仕事も辞めたようだ。弟夫婦は結局慰謝料などを支払う必要が出てきたため、弟嫁の親の家に転がり込んで親を頼ったようだ。弟嫁の父は慰謝料などを肩代わりして母に支払ってくれて、私にも疑って怒鳴りつけたことを謝罪してくれた。弟嫁の父は弟夫婦に大激怒し、2人を地方にいる親戚の農家に送り出し、ほとんど監禁状態で農作業をやらせているそうだ。2人の稼ぎはすべて借金の返済として弟嫁の父の元に行き、2人は贅沢もできず、何もない田舎農家でひたすら肉体労働をして寝るだけの生活を送っているそうだ。本当にいい君だ。一方、母は実家を売ったお金で私たちのために一軒家を購入してくれた。同居してくれるならみんながストレスなく広い家で住めるようにしたいと気を利かせてくれたようだ。お父さんとの思い出の家がなくなったことは悲しいけれど、でも大事なのは家ではなく誰と過ごしたかってことだから。思い出自体はなくならないし、これからはさくらたちと新しい思い出を作れたらいいなって思ってるよ。母は一軒家を購入する際にそのように言ってくれた。夫も娘もとても喜んでいて、母もバリアフリーの1階の部屋で住めているし、2階へもエレベーターをつけて簡単に行き来できるようにしているので、本当にみんなが快適に暮らせている。母の貯金も慰謝料と合わせたらほとんど全額取り戻せたようなものなのでよかった。私も大好きな母と同居することができてとても嬉しい。これからも私たちは家族仲良くしながら、一日一日を大切にしながら生きていきたいと思う。自分の母親を監禁状態にするなんてありえないですね。っていうか、こんな素晴らしい母からなんで弟のようなクズが育ってしまったのでしょうか。主さんはまともに育ってるのに。まあ何はともあれ、全てが無事に解決してよかったですね。これからも家族仲良く幸せな日々をお過ごしくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。